てよ、あの子。あんなに頬をあからめちゃって、だらしないったらありゃしない。あなたもそう思うでしょ。仕方ないわよ。留守の男はあんなに女を褒めたたえないもの。私は複雑な心境だけど、それが当人の希望なら止められないわ。私は絶対に嫌よ。誰のものにもならないんだから。そうね。サラーナの様子はどう？まだ一人でいたいって。そう、心配だから後で様子を見てくるわ。それじゃあちょっとサラーナの様子を見てくるわね。ええ、お願い。サラーナ、入るわよ。
こんな状況だもの、誰だって気落ちするわよ。いえ、そうじゃなくて。気の遅い私がいなければ、シャルもあなたも捕まらなかったかもしれないのに。本当にね、そんな風に罪悪感を感じるなんて寂しくなっちゃうじゃない。ここに来た時にも言ったでしょ、私はむしろ一緒に捕まってよかったと思ってる。でなきゃ今頃は心配のあまり胃痛で死んでるわ。シャルだって同じ気持ちよ、すっごく心配してるんだから。だから元気出してサラナ。ありがとう、私あなたたちの友達で本当によかったと。あ、サラーナ。ごめんなさい、今朝からちょっと吐き気が。吐き気って、じゃない、どうして黙ってたの。ごめんなさい、これ以上心配をかけたくなかったから。もうこっちの方がよっぽど怒るわよ。待ってて、今お医者様を呼んでくるから。風邪の程度がひどいの。なんでよ。違うわ、これは不死の症状じゃない。もし不死なら発疹は。いや、話して、話しなさい。この子は不死じゃない。
話を聞いてくれないのなら私も今ここで死ぬわ。近づかないで。私は本気よ。皆落ち着け。どけ、俺が見る。どけと言った。次に同じ言葉を言わせたら、フシよりもひどい死に方をさせるぞ。まずはお前、その剣を俺によこせ。そうすれば俺が何とかする。いやよ、人さらいの言うことなんか信用できない。こんなくだらない問答をしている間にお前の友はどんどん弱っていくぞ。いいのか。信用しなくてもいい。ただ最善の道を選べ。命と引き換えに友を守ったとしても、お前が死ねば友がその後どうなったのか知る術はない。それにお前がそうしていることで友は適切な処置が受けられず病状が悪化するかもしれない。なら今どうにかすると言っている俺の誘いに乗った方が賢いと思わないか。私だけを助けてサラーナを殺すつもりじゃないでしょうね。不死だと思っているとしたら申し訳ないが、こんな交渉はしない。約束して。ナスラが仰ぐ全ての精霊に誓おう。熱が出たのはいつ頃だ。くらいからだって。そうか。ちょっとあなた。お前の名は。それが何？このものを残し、皆は下がれ。俺の命令があるまで入ってくるなよ。何を知ってるの？少しお前の友に触れる。許せ。
い、ここは痛むか。やはりな、これは不死ではない。どうしてそう思うの？不死の発疹は赤みがかっている。だがこのものにできているものは違うだろう。それに不死ならば先ほど押した箇所が痛むはずだ。精神的な疲れが出たんだろう。心身を休めて栄養を取ればいずれ回復する。よく分かったわね。上の者が国を脅かす病を知らなくてどうやって民を守る。あのクスシは分からなかったようだけど、俺が個人的に研究して得られた結論だからな。知らなくて当然だろう。あなたは精霊が怖くないの？本当にこれが精霊の呪いならば、俺はもっと早くに死んでいる。え？お前こそよくわかったな。なんとなくよ。最近のサラーナは精神的に参っていたから。すまない。またそんな。とりあえず違うクスシを手配しよう。気になるならお前もここにいてそいつの手伝いをしてやってくれ。その人はちゃんとフシを知ってる人なんでしょうね。安心しろ。国一番のクスシで俺と共に研究をしているものだ。愛は平等に与えろと男どもがわめいて聞かなかったんだ。ん？どういう意味？そのものが来ればわかる。ではな。ああ、それと二度と自害しようとはするなよ。Thank you.
変な王。なるほど。はい。はじめまして、俺はクス氏のルジと言います。